体験の山菜場は毎年岡さんを手こずらせます。検査はまず糞を取ってから。始める前には必ず馬に人がいることを伝えます。直腸に手を入れ卵巣に触れて発情の状態を見ます。そして器具を使って発情の具合を確かめます。